また声をかけていただいて本当にすごい光栄ですし、なんかもっと今日あの前回よりももっといいものを見せられたらいいなって思っています。前回はソリストとして出た時はそんなにプレッシャーとかもなかったんですけど、やっぱ今回プリンシパルとして出るってことで、やっぱそれなりにそういう風に見られるっていう責任感もありますし、まあ良くて当たり前って思われるので、まあ今まで以上に頑張っていいものを見せないといけないなと思いますし、まあそれだけ自分にもなんかチャレンジな年だと思うので頑張りたいと思います。オーチャードバレーガラーの魅力はそれぞれカンパニーの良さがすごい出てると思うので、そのカンパニーでしか見られない作品を日本で見れるっていうのはオーチャードバレーガラーだけだと思うので、すごいあのとてもいい機会なのでぜひ見に来ていただきたいです。もう本当にオーラがすごいですし、やっぱこうバレエに対するストイックさもその中にすごい溢れてるというか、カリスマ性だけじゃなくてすごいバレエに真摯に向き合ってられるんだなって思いました。あの2人の初々しさとかやっぱりこう、そうですね、こう、まあ、若い男女のなんかやっぱ愛を育む姿をなんか共感していただけたらなと思います。ぜひ劇場でお待ちしております。